校新卒さんがたくさん出てるので回していきます。まずはこちらみんなでもこもこと、はい、ドリンチェサーです。はい、というわけで今回もたくさんのガシャポン回してきました。サンリオはほんとペースが速い。そしてね、もう目を引く商品がたくさんありますね。さあ今回はどこから開けていこうかって、ここに見えてるからハンギョドンから行きましょう。はい、お座り縫い場のやつですね。かわいいと思ったんですけどね。緑はハンギョドンでした。はい、ハンギョドンがね、もう一つ確定形もあるから、今回ハンギョドンの日になるかしら、どうかしら。今回のラインナップは全部で4種類、ハローキティ、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコです。まあ、どの子も可愛いですね。お座りできるかな。これこの前もなんかやった気がする。この前はプリンだっけか、ポチャッコだっけか、だったような気もするんだけど。はい、かぶってないのが来てくれてよかったです。ぷにぷにとちょっと潰すと座れる？まあ、何かに立てかけておけば座れるけれども、これ単体だと転がるよね。うん。バッジをつけた時にお座りポーズでこう見えるっていう感じのタイプになってるみたいです。まあ、かわいいですね。ちゃんと立体的なのがすごくいいし、手触りも不織布ハンカチっぽい感じで、でもね、手に引っかからなくって、柔らかくてとってもいいです。はい、じゃあ、ハンギョドン確定形もう一つ。これ、エコバッグですね。このカラーリングは、もしかして一番ね、使い勝手がいいものが来てくれたかもしれない。さあ、ラインナップ見てみると、こんな感じ。ハンギョドンのお顔のやつと、漫画っぽくなってるのと、全体、ハンギョドンと、ベージュな感じ。さよりちゃんも一緒。
ということで、今回のはベージュですね。いや、いっぱい使いたいと思ってるので、このタイプはおとなしめからありがたい。広げてみるとこんな感じ。マチはないタイプになってますが、ね、使いやすそうだよね。あ、裏側にもしっかり、しかもこっちはなんかこうね、カラーじゃなくて、これはこれで好きなんですよね。こっち側を表として使ってもいいかも。お、で、折りたたむと、折りたたんだ部分にもマークが現れるんですが、なんと裏側にもちゃんと入ってるっていうね。これは結構こだわってるじゃん。すごくいい。たたむときのラインは、はじめについてたラインを、こう参考にすると畳みやすい感じ。まあざっくりだけど。で、折りたたんでいく。くるくるっと折りたたんだら、この中に入れ込みます。スムーズに収納できてかさばらないサイズ感、とってもいいですね。かわいい。はい、じゃあお次、こちらも緑なんですよね。これもハンギョドンな気がしない？どう？ミニマルスタイルマスコット。ほらほらー、この唇これは側眼のものより小さいです。あの、ふにゅーっとしたお顔だけれども、素材的には、固めの素材で、もう大きさも全然違いますね。はい、食顔ソフビのふにゅまるはこんな感じで、まあ、今回のガチャのに比べたら、まあ、ふにふにしてるし、まあ、ふにゅまるって言って、OK みたいな。もっともちっと感は欲しかったけどね。なんですけれども、こっちはほんと完全見た目だけ。でも、可愛いし、サイズ感が小さくって、お腹のところにもちゃんとマークあるし、まあ、これはこれでいいって感じですね。置き場所によって物を変えるでいいかなって感じがします。まあ、食顔もだから、出来はいいよね。どっちもおすすめ。はい、では続いてこちら、新商品かと思ったけど、これ回したことあったね。別なのが出てきてくれてよかった。はい、今回はキティちゃんですね。はい、かわいいね。被り物をしてる感じなんですけれども、みんなね、ハローキティの被り物をしていましたね。前出たのはシナモロールでした。シナモンはこんな感じ。キティちゃんだと被り物なしの、ちょっと大きめキティちゃんが出てくる感じ。かわいい。どっちもいいですけどね。周りに小物を入れたり、ね。このシナモロールなんかは結構指輪とかネックレスとかを耳のところに引っ掛けておくと絡まらなくていい感じでした。カプセルをかぶせても可愛いし、外してもはっきりカラーでとってもいいと思います。はい、続いてはこちら、柔らかマスコット。これ第1弾の時、ポムポムプリンだったやつ。そのポムポムプリン、子供たちがすっごい気に入って、もう本当に汚くなるまで遊び倒したんですけれど、第2弾が出るとは。いや、これこそ、ふにゅまるで求めてた感触。すごいなんか本当大福みたいで、これ本当にね、手触りいいです。低反発なんだけれども、それプラスアルファのゴム感というか、がほんと、二重のもっちりな感じで。いや、手触りもいいんですよね。これもね、ハマりそう。こうギューってした時に、こうゆっくり戻ってく感じ。で、もちっと感伝わるかな。
今回マイメロちゃんでしたけれども、もうとにかくこの感触を味わってほしいと思うので、はい、ぜひぜひ回してみてください。これねすごい気持ちいい。ラインナップはマイメロディ、黒蜜、マロンクリーム、シナモロール、アヒルのペックル、お猿のモキチです。どれが出てもいい感じ。はい、このオレンジは何だったかな、なんだ、あ、お寿司のやつ。オレンジはポチャッコでした。これはサーモン、エビかと思ってた、サーモンだった。え、すごい、波打ってる、しょってるんだかわいいです。横にしとくとほんとお寿司っぽい、お寿司っぽいかなはい、ちゃんとねしょってるような感じで並べられます。で、これもう一個回したよね、卵だった、あ、そうだ、シナモンは卵巻かれてる、かわいいな、ミニサイズかなと思ったら卵半分サイズでした。これもかわいい。キッズサイズね。いや、シナモンの身長に合わせてる感じがまた面白い。海苔真ん中じゃなくてね、端っこでね、ちゃんとお腹のところで巻いちゃうとことかね。とってもかわいいと思います。いやー、卵のこのね、焼き目というか筋というか、このところもリアル。個人的にこれかなりツボです。寿司。キティちゃんはマグロかな？マイメロちゃんがエビだったのかな？で、ポチャッコ、シナモロール、ケロケロケロッピーの軍艦です。はい。今回、オレンジからポチャッコ出ましたけれども、その感じだとマイメロちゃんはピンクで、ハローキティは赤かな？で、ケロッピーは緑かも。はい、続いて赤いカプセル。赤だったらキティちゃん。じゃない？何のやつだろう。なんだ。ああ、いちご新聞の、あ、これかわいいなと思ったんだ。そうだそうだ。ちゃんとプチプチで保護されてます。素敵。はい、キティちゃん、キラーキラー。え、これマグネットいいですね。いちご新聞のアクリルマグネット、ナンバー15、ナンバー32、ナンバー83、ナンバー240、ナンバー253、ナンバー271、ナンバー273、ナンバー314、ナンバー348、ナンバー602、ナンバー616、ナンバー632、ナンバー649、ナンバー662、ナンバー664、こちらがラインナップされています。はい、続いてはこちら入浴剤なんですけれども、もこもこ取り替えっこ、何が出るかなってすっごい気になっていたら、なんと開ける前に中身がわかるっていう衝撃。これいらなかった。見て。多分これ中身だよね。黒蜜とバトバス丸。黒蜜は嬉しいからいいんだけど、ここに答えはいらない。ランダムでいい。なんか、え、これで中身別だったらウケるけどね。ということで、後で見てみます。はい。雑貨屋さんとかでもう出てるのかな？でも私の周りでは見ないので、最新がガシャポンで出た感じです。あ、でも多分ビックラ卵なので、後々そろそろまた発売とかの情報も出てくるんじゃないかしら。ラインナップは、黒蜜、バットバツ丸、マイメロディ、ポムポンプリン、ポチャコ、タキシードサム、シナモロール、ハローキティ、ハンギョドン、シークレット。ね、きっとさゆりちゃんだよねと思ってるんだけれども、このシークレットが見たかったかな。まずまず、本当に一番が来るのかどうかを楽しみに見ていきまーす。最初はちょっと後でやってみよう。中の感じはどうかな。シャボンの香りなので、水色の入浴剤。はい。ですね。結構小さめ、すぐ溶けるかな。じゃあ、これは後回し。で、先に、こちら、いちご茶の方を開けます。第3弾、初めて、いちごのカプセルの色が変わりました。ピンク色の白いちごかな。
はい、中から出てくるのは1個目は誰だ、タキシードサムー、かわいい。もう一つは何かな、もう一つからはパッとバツ丸。え、いちごのお洋服着てる。あ、ちゃんとモチーフがそれぞれについててね、いいね。タキシード様は帽子のところとネクタイのところだね。特徴的なところがこう変わってます。あー、今回のラインナップはどうしてもキキララちゃんが欲しいんですよね。あとね、小気味もいます。とチアリーチャムです。いや、なのでまた回します。欲しいなー。それぞれ小さなピンが入っていて、こちらをこのね、キャラクターの土台に刺した後、こちらに取り付けるので、なくしたり切ったりしないように気をつけてください。バットバツ丸がちょっと焦げ茶の優しめカラーになってるんです。いちごに合わせたかな？これかわいい。かわいくない？なんか、ほんとね、ちょうどつけるとちょっと黒っぽく見えるんだけど、柔らかい感じが伝わってきてとってもいいです。これはここでしかゲットできないバツ丸って感じ。黒だけど浮いてないね、馴染んでる。で、タキシードサムの方もちょっと柔らかめの色になってます。はい、上の部分をこうね、くっつけてみると、こんな感じ。ウィンクもかわいい。ふわっとした優しい色で、この薄いピンクに馴染みがいいですね。いやー、この色合いはなかなか予想以上です。はっきり濃い目も可愛いと思ってたけど、薄いピンクも可愛いです。別バージョンも出てくるか、楽しみに今後も追っていきたいと思います。だんだん揃ってきて嬉しい。はい。ではラスト、シュワシュワしていきましょう。では、いきます。ドボン！溶けてる様子。見えるかな？外側から。あ、結構上がってくるし。これ、一個溶かして覗くにはちょうどいいサイズ。100均の金魚鉢になります。可愛いですよね。これぐらいのお湯でちょうどよく溢れず溶かすことができそうですね。最近ガシャポンでも入浴剤見るようになりましたけど、1回500円なので売り切れてる時を除けば、とりあえず売り場とかで探した方が安く手に入ることもあると思いますが、やっぱ回して出てくるとさらに特別感があって楽しいですよね。今のところサンリオ2種類かなと、すみっことクレヨンしんちゃんが見たことあるのかな。あとなんかあったかな。あ、にゃんこ大戦争もありました。入浴剤ガチャだけやってほしいよとかっていうリクエストあったら、コメント欄やコミュニティ欄にリクエストお待ちしています。そしたらね、やってこようかなと思っています。さあ、どうかな。書かれてたやつでやっぱり当たりなのかな。なんかツノツノしてるの見えるよね。あ、でも思ったより全然黒くないっていうか、パステルカラーな感じかも。溶けるのも早め、綺麗なブルーですね。全体的に溶かしたいんだけどね、まだ頭の部分
くっついてるんじゃないのかな。お、取れたかな。じゃあ見てみよう。じゃじゃーん、やっぱり正解ということで、外側についてるシールは中のねキャラクターの番号っぽいです。まあまあガシャポンの時にね回して何が出たかわかるっていうのはある意味コンプしやすくなるかな。回してね、出るまで回せば欲しいのをゲットできるんだもんね。いい風に考えればそんな気もするので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。このバツ丸帽子かわいいね。薄い灰色めで本当に優しい色合い。いやー、これマイメロディーポモポンプリンの黄色ピンクも絶対かわいいよね。またね探してきてみたいと思います。これかわいい。はい、というわけで今回もサンリオのガシャポンたくさん回してきました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。